今回紹介しますのはドギーボックス12月号でございます。いつもありがとうございます。12月はもちろんクリスマスということでですね、保護犬へのプレゼントをしませんかということで紙袋が同封されておりまして、その中におもちゃを入れてドギボさんに送るときれいにですね消毒して保護犬の子たちにプレゼントしてもらえるっていう方でした。おやつはパパとやりますのでおもちゃ編になります。クリスマスプレゼンキャンペーンということで保護犬にクリスマスプレゼントを送ろうということです。で今回ですね、ほうほうほうメリークリスマス、サンタさんがもう見えるようですね。カードも素敵ですね。おしゃれです。今回のコンセプトはみんなお待ちかねのクリスマス、とびきりのお届け物をするためにサンタクロースは大忙し、ソリに大切なプレゼントを乗せてトナカイと一緒にさあ出発だということでですね、なんかこうおもちゃのネタバレもちょっと含まれてるんじゃないでしょうか。早速おもちゃ見ていきたいと思います。まず一つ目、かわいいトナカイですね。これはマフラーがついていますが、マフラーは取れない感じです。角にですねカシャカシャ入ってますね。お顔がまたかわいいですね。顔には特に何も入ってないですね。ここには笛が入っております。ちょっとこう伸縮性のあるゴムが入っているので引っ張り合いっこするにも楽しいおもちゃとなっております。かわいい、じゃん、ソリだ、かわいいソリです。ちょっとこれ閉めようかな。かわいいですね。ロープがついていて、ロープがこうちゃんとしっかりとくっついてますね。でこう音が、ソリの部分がカシャカシャのおもちゃでできています。お、プレゼントの部分もカシャカシャのおもちゃですが、綿が入っているので触った感じちょっと面白いですね。すごいこういろんなところを触ってもかじって持って歩くのにとっても掴みやすい、かじりやすいで楽しそうなおもちゃとなっております。やはりソリといえばトナカイさんとセットですもんね。今回のおもちゃはこんな感じになってました。かわいい、ありがとうございます。ナダくんどうだろう、遊ぶかな。これおもちゃ、トゥトゥトゥ、遊んでいいんだよ、はなちゃん。しっぽがかわいい。はなちゃん、はなちゃん。はなちゃん、遊ぼうよ。固まってしまいましたね。ナダくん、遊ぼう。僕と遊ぼうよ。こんなドライですよね、この子たちね。これ。遊んでいいよ。これ。好きなロープだよ、ナダくん。ナダくん好きなロープ。この子たちは可愛すぎてもダメなんですかね。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よしよし、はなちゃん完全に寝る体勢に入ってしまいました。よいしょよいしょ、はい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 、はい、もういいですいいです、わかりましたわかりました。奈々くんちゃんと座って、ちゃんと座ってて、ちゃんと座ってて、もういいもういいもういい。なんだかのおもちゃが枕になってしまいそうな感じですね。はい、すごい可愛いおもちゃありがとうございます。次回はですねパパのイングリッシュコーナーがございます。結構似たようなですね単語が増えてきまして、パパもですねもうかなり勉強して
覚えてしまっている状態ですので、次回はクリスマスカード、このカードの方とかおもちゃの方とかも全体的に読んでもらおうかなというふうに思います。そしていつも雑貨編もおもちゃ編で一緒に入れてたんですが、パパと一緒に雑貨編を紹介していきたいと思います。このまま引き続きお楽しみください。それでは一旦このまま失礼します。雑貨編パパとやっていこうと思います。はい、こちら読んでください。パンクリーム、うん、何パンってこれ日本語でもパウなのかな、え英語ではパウ、うん、どっちなんだろうね。パウなんかカタカナ振ってないのそれ。振ってないの、肉球クリームとしか書いてない。肉球って意味なんだこれ言っちゃった言っちゃった、残念だったね言ってた、誘導尋問させんだやられたわ国産日本蜂蜜の蜜蝋とオーガニックホホーバーオイルを使ったクリームです、うん、乾燥時のひび割れやお散歩後などのケアに最適で、傷口の保護にもご使用いただけます。なるほどね。ぬるま湯や濡れタオルで汚れを落としてから肉球に優しく吸い込んでください。はい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 、かぼちゃのケアと同じだね。あーやっぱ皮ってそういうもんなのかな。やっぱ一回皮肉球でしょかあの肉球と皮じゃ一緒にしたいのはティはい、はい、すいません。ねえ花ちゃん、すっごい顔してますね。メリークリスマス。はってなっちまった。ポンって。そんな顔でこっち見ないで何言ってんのってね。絶対そんな顔してるよね開ける？うん。おー、まるで婚約指輪みたいに。おお、犯罪だったごめんね台無しすごいちっちゃいんだね。ちっちゃい自体ね。うん、500円玉ぐらい。全然ちっちゃい、全然ちっちゃい。あれでも深いとこ500円玉ぐらいもない。あー、いやないんじゃないかな。ないんだ。うん、ナナと花と同じぐらいのサイズじゃん。いや、もっとでかいだろ。あ、そっかそっか。ナナくんの花ちっちゃいから。あ、そっかそっか。耳と同じ、いや、耳の方がでかい開けてみる。うん。おお、こういうクリームなんだ。すごい、色がすごい、うん、ちょっとリップクリームっぽいのかな。硬そうに見えるけど、柔らかいんだろうか、うん、あ、柔らかい、柔らかい。へえ。リップクリーム全然、本当にクリームだ。あ、さっと取れる感じだな、うん、へえ、素晴らしい。つけてやろう、今日つけてやろうか。うん、ぜひ、お願いします。やだくん、あ、笑ってねえよ。何を？あ、大丈夫、外出てないから大丈夫、うん、めっちゃ耳が何されてんだ俺俺なんかされてる。でもね、塗りやすいわ。へー、スムーズ伸び、うん、おいいね、よいしょ、いい感じですね。うん、なんか俺されたぞってなんかされた匂い、匂い気になるのかな。甘い匂いするのかな。あ、する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 。生匂い？あー、うっすらとね。そうだね、ちょっとうっすらとであんまり分かりにくいけども。うんうん、まあ、あんまり強烈な匂いだったらやっぱワンちゃんも苦手になるしね。そっか、ここなんもないんじゃない。なるほどね、素晴らしい。まあ、これからの季節大事ですね、乾燥ケア頑張りましょう。はーいありがとうございます。